ならおやもおや、やっぱり伊達に血はつながっていない。自分だけのために頑張る親と子供、喧嘩の絶えない親子関係、親子喧嘩は猫も食わないぜ。子供にすっかりそれが当たり前だと思ってる。犯罪者の父親を持つ親と子供、なぜにそんな人選んだのかね。母子二人でせいぜい頑張ってね。不可能、可能、不可能、不可能親子。不可能、不可能、不可能、不可能。